先端をこうやって合わせます。足で踏んでたりして踏んでません丸ごとかぼちゃほくほくほく。どうも国焼の自然暮らしチャンネルです。ログハウスの作業でいろいろありますけれども、ログを組み上げていくという丸太組み工法なんですが、いきなり本番でですね、基礎の上に組み立てる場合もあるんですが、ほとんどのログハウスは仮基礎という、仮に基礎を置いて組んで、それを一回バラしてもう一回組むというようなね、ちょっと手間に感じますけれども、この仮基礎の作り方を今日はやりたいと思います。仮基礎の、はい、組み方ですね。一番重要なことは全部の基礎が同じ高さでなければいけないと。でこの同じ高さにするときにはあれなんちゅうレーザーの、そういうものがあります二人とも名前が出てこないそういうものがありますけども、原始的なやり方っていうのはホースで、そうです、あれが一番あれですよね。そうですね、間違いない。この高さに合わそうと思ったところに水の入ったホースをやってこうやって水の高さは水平だということですね。ですよね。それで、まあ、それをこう切るという。これ今高さがバラバラですけど、まあ、一応一番低いやつに合わせましょうか。そうですね。一番低いのをまず水平にカットしておく。あ、それが必要ですね。はい。どこが高いか。ここでしょう。間違いないですね。こっちですね。この高さを基準にするんだったらブラッシングでやるって方法もあるんですよ。まあこれだったら1センチぐらいだね。そのぐらいはね。1センチぐらいこっちを削る、はい、ブラッシングでいきます。良いでしょ。まあ良いですね。OK です。これだいたいブラッシングするときには一定を最初に、ね、この方向だけじゃなくて、こうやってやったら今度これに交差するようにね、こうやってやってあげるとだいたい平らになる。じゃあこれに合わせて今度水道を、はい、今あのホースに水入れてます。ちょっと待ってください。大丈夫、目立てしてあげようか。ああいいの持ってるね。では基本角度とかいろいろあるけども、要は元の刃と平行に上の部分と脇の部分が研げてるということが大切だということを頭に入れて、まっすぐ切るためには全部の刃が揃えることが必要なんだけど、グルーブのカットとかノッチのカットとかそういう作業をするのはこの先端だから、極端には刃一つ一つはバラバラでも切れればいい。この刃はどう見ても切れない、うん、これじゃあ、あのあれだよね、あの息が切れるってやつだよね。これカメラで細かいとこ分かるかね。こっちの刃はみんな研げてるんですね。反対側の刃はみんな研げてないから、見てください。これ太陽に反射して太い線が見えるでしょ、このところ上のところに。これなんか大きいやね。分かりません。この上平らなところが光が太陽が反射して線になってるでしょ、うんはいはい、こっちの刃はそれがないでしょ、あ、はい、ね、これは研いでもう研げてる刃から、これなら切れる。これは切れない。上がもう減っちゃってるから、この反射してるんですか、太陽ね。ね、それでは仮木層をやるときに4本の仮木層が全部同じ高さになるために透明のホースに水を入れてもらいました。一番低いところの位置にこの水の一番の先端をこうやって合わせます。ここが同じですよっていうね。まだ動きます、動きますね。こういう、はい、あそこですね、はい、これでいいですか。はいはい、これで何箇所か、こことあそこの高さが一緒だということになりますね。落ち着くとこ見てないとね、うん、多少これ前後しますんで。足で踏んでたりして踏んでません、ね、大丈夫です。合ってます。はい、もう一箇所ぐらい、これで合ってます。はい、とりあえず一箇所、ね、で文明の利器はあるけれどもね、非常に原始的なんですけども、もともとこういうやり方をやってました。いいですね。はい、大丈夫ですか。はい、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 ね、はい、ありがとう。
これで大体4本の、高さが基準が取れましたんで、これに今度それをチェーンソーで切ります。ログハウス建てるときに、ログの大きさに合わせて仮木層をやる、まあ、仮木層を決めました、高さ決めました、それからその大きさを決めてセンターをここに合わせて、はい、それがずれるとやっぱり真っ暗な穴が、そうね、重量が均等にこう垂直にかからない、垂直かからないし、ぐにょぐにょになってしまうし、上になってこんな不細工になるんで、しっかりした仮木層を作ると、基礎が大事です、大事です。ラジオ分コーナーがやってまいりました、はいはい、これ楽しみで、もうそろそろネタ入れしてるんちゃうかなと。いやまだまだ、今回はですね、かぼちゃを丸ごと使おうと。うわ、ちっこいかぼちゃ。そうなんですよ、手頃なかぼちゃがあってですね中に豚のひき肉と塩コショウ、あと玉ねぎ、ここから火を通せば中の肉にまで火が通った時に、なんやかんやかんやなんやといろいろ考えるもんやね、映えるやつ、映えるかどうかはこれ焼いてみな分からないね。はい、かぼちゃの肉詰め焼き、しゃべり肉丸ごとかぼちゃの肉詰め焼き、オッケー、はい、楽しみ。じゃあ火にかけます。はい、はい、せーの、おりゃ、おー、丸ごとかぼちゃ、おいやー、ちょっと待ってください、ナイフ焼いて焼けてる？焼けてますよ、ほら。ああ、いってる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 。ちょっと熱いから火から離れるぞ。ああ、映えるなこれ。玉ねぎも入ってんだ。玉ねぎ入ってます。もうよく火通ってる。かぼちゃがいいな、こうやって食べると。まあ、今旬です。うまい。これみんなに食べてもらおう。はい。クータシを呼んで食べてもらおうか。食うでしょ、どうぞ。わあ、うまそう。うめえっす。使っていただきます。どうぞ。すごいね。どうですか、味の方は。まあ、ね、うん、かぼちゃいいね。かぼちゃいいね、なんかね。ほくほくほく。自然と多然ってのがある。人に、こう、その指示されたり言われてやることではなくて、自ら自分の責任でやる暮らしのことを自然暮らしっていうわけだからね。もう人が何と言おうとご意見無用っていう生き方、もうここまでいろんな人の顔色を伺いながら生きてきたわけだから、もうええわと。電話がかかってきた時に、あっ、この人がかかってきたと思って、イルスツコ太郎とかって思うような人とはもうこの先は付き合わない方がいいよね。かかってきた時に、おお、こうやって、ああもしもしってすぐ出たくなるような人としか付き合わない方がいいよ。栗脇さんから電話かかってきたよ、どうぞ。またなんか無理言うぞとか言って、みんな、ない、そういうふうに思ってた。そうだったの。自然暮らしの会ってほら、全員ボランティアなわけじゃん。全然金払ってないのに、本当に頑張ってくれるなと思って。そう、オープニングだからって、
あれ4時ぐらいまでやってたよね、あの回廊それから40人ぐらい金払う社員を雇ったんだけども、その40人が全然働かない。あ、終わったらはぁはぁとか言って誰も挨拶もせずに帰るわけよみんなは10時間があって一応満足げに帰るわけじゃん。ところ金払ってる人たちがなんでこんなにこき使われたみたいなさ、その違いは何だろうと思ったな。あの当時、まあ今だから言えますけど、テレビの収録があるからって場を外してじゃあやっとってって僕らに告げていなくなるじゃないですか。きつかったですよね、正直なんですね。それはずっとだね。だけど、まあ、師匠がそれで戻ってきて、おりゃーってまたこう、うん、エンジンがかかってくると、結果的にはいい思い出になりましたよね。社員とあの私らの違いっていうのは、私らはほら、とりあえずそのこうイベント的なものをその終わりがあるじゃないですか。でその時には達成感味わえるけど、社員だったらね、それ終わってもその日終わってもまた続いて次の何かがあるわけですよ。で終わりがないわけですよ。仕事で感じるか好きでやってるかの違いですかね。そこやろな。もうあの時の社員に電話かかってきて、ほう、辞めたいんですけど一斉に辞めたから40何人が。それはちょっと伝説やな。まあさ、今回いろいろやっていただいて達成感を味わってもらいましょうか。もう十分味わいましたんで。焦げとるやないか、焦げとるやないか。あー、ちょっと焦げましたね。